休憩前に引き続き総務委員会を再開いたします。執行日より発言の申し出がありますので許可いたします。宮川理事兼復興推進課長。はい、復興推進課宮川でございます。実はの午前中議案第51号、令和3年度八代市一般会計補正予算をご審議いただいておりますときに、橋本委員から支所周辺の測量の内容についてお尋ねをいただきました際に、私が面積をですね2ヘクタールとちょっと間違って発言してしまいました。7ヘクタールと訂正させていただきたいと思います。お詫び申し上げます。すみません。はい、休憩前に引き続き総務委員会を再開いたします。次に議案第68号、新たに生じた土地の確認についておよび議案第69号、町区域の変更について、以上2点については関連がありますので一括議題とし、採決についてはここに行いたいと思います。それでは本2件について一括して説明を求めます。以上。田中理事兼商工公安振興課長。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。商工公安振興課の田中でございます。着座にてご説明差し上げたいと思います。はい、それでは議案第68号、議案第69号につきましては関連した議案でございますことから一括してご説明を行わせていただきます。議案第68号の新たに生じた土地の確認につきましては、熊本県が施行した八代港内公有水面埋め立て工事により本市の区域内に新たに土地が生じたため、その確認を行うものであり、議案第69号の、町区域の変更につきましては、その新たに生じた土地を新港町1丁目へ編入するため町区域を変更するものでございます。概要につきましては別紙資料1の方にですね、まとめて、ございます。本件は熊本ポートに合わせて整備が行われた耐震強化岩壁と既存地の間で生じた埋め立て地について、管理者である熊本県より令和3年2月26日に竣工認可が行われたことから、関係法令に従い当該土地の確認および町区域への編入について議会のご審議をいただくものとなっております。なお当該土地は平常時はクルーズ船専用岸壁として使用し、非常時には支援船等の受け入れ岸壁として利用できる耐震強化岸壁として整備が行われております。今回の土地の詳細な位置につきましては別紙資料にこのカラー刷りのこちらの写真、こちらをご確認をお願いいたします。土地の確認及び町区域への編入につきましては、八代市新港町1丁目13番地1及び25番地1千崎交流水面埋め立て地となり、別点の赤枠部分となります。面積につきましては1726.7平方メートルとなり、用途は同用地となります。以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。それでは以上の部分について一括して質疑を行います。質疑ありませんか。ありません。以上で質疑を終了します。意見がありましたらお願いします。ありません。なければこれより採決いたします。議案第68号、新たに生じた土地の確認については、可決するに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員と認め、本件は可決されました。次に議案第69号、町区域の変更については可決するに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員と認め、本件は可決されました。執行日理解のため紹介いたします。次に条例議案の審査に入ります。まず議案第70号、八代市固定資産評価審査委員会条例の一部改正についてを議題とし、説明を求めます。はい、委員長。各文書統計課長。はい、皆さんこんにちは。文書統計課です。よろしくお願いします。議案第70号、八代市固定資産評価審査委員会条例の一部改正について説明いたします。
恐れ入りますが、着座にて説明させていただきます。欲張りしてあります委員会資料をお願いいたします。まず条例の改正規定でございますが、国における押印手続きの見直しを受けて、固定資産評価審査委員会条例の条例案の改正案の最終版が今年の3月下旬に総務省より示されたことを受け、条例を改正するものでございます。次に内容でございますが、1点目が固定資産課税台帳に登録された評価額について不服があるものが審査の申し出を行う場合に委員会に提出する審査申し出書への押印の廃止でございます。2点目が委員会が口頭審理を行う場合におきまして、関係者が口頭による証言に変えて書面による証言を行う場合に提出する口述書への署名押印の廃止でございます。最後になりますが、施行期日は交付の日としております。以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。それでは以上の部分について質疑を行います。質疑ありませんか。ありません。ありません。以上で質疑を終了します。意見がありましたらお願いします。ありません。なければこれより採決いたします。議案第75八代市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正については提案の通り決数に賛成の方の挙手を求めます。挙手全員と認め、本件は原案の通り可決されました。執行入れ替えのため紹介します。次に議案第71号、八代市手数料条例の一部改正についてを議題とし説明を求めます。はい、委員長。上角市民課長。はい、市民課の上角でございます。どうぞよろしくお願いします。議案第71号の八代市手数料条例の一部改正について座って説明させていただきます。はい、失礼します。議案書の81ページをお開きください。提案理由の通り、国の法律改正に伴い関係条例を改正するものです。改正の内容でございますが、現在個人番号カードの最高手数料につきましては八代市手数料条例において定められ本市の会計で処理しております。今回行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法の一部改正により、市町村ではなく地方公共団体情報システム機構が個人番号カードを発行するものとして法律上明確化されましたことから、最高不手数料は本市の歳入で取り扱わず、地方公共団体情報システム機構の預かり金として処理することになりました。したがって82ページにあります通り、八代市手数料条例第2条第13号で定めています個人番号カードの最高不手数料800円の部分を削除するものです。施行期日はマイナンバー法の一部改正と合わせ令和3年9月1日からとしています。説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。それでは以上の部分について質疑を行います。質疑ありませんか。ありません。以上で質疑を終了します。意見がありましたらお願いします。ありません。なければこれより採決いたします。議案第71号、八代市手数料条例の一部改正については原案の通り決するに賛成の方の挙手を求めます。挙手全員と認め、本案は原案の通り可決されました。執行部はご退出ください。次に本委員会に付託となっている陳情、請願陳情はありませんが、郵送等にて届いております要望書等につきまして写しをお手元に配布しておりますのでご一読いただきたいと思います。以上で付託されました案件の審査は全部終了いたしました。お分かりいたします。委員会報告書および委員長報告の作成については委員長にご一任願いたいと思いますが、それにご異議ありませんか。よし。異議なしと認め、そのように決しました。紹介いたします。
本会に戻します。次に当委員会の所管事務調査2件を一括議題とし調査を進めます。当委員会の所管事務調査は行財政の運営に関する諸問題の調査、総合計画の策定推進等に関する諸問題の調査以上の2件です。このうち行財政の運営に関する諸問題の調査に関連して1件、総合計画の策定推進等に関する諸問題の調査に関連して2件、執行部から発言の申し入れがあっておりますのでこれを許します。それではまず組織機構の再編についてお願いいたします。はい、田中人事課長。はい、こんにちは。どうも、人事課の田中でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは組織再編の組織機構の再編について着座にてご説明をさせていただきます。失礼いたします。それではお手元の方に資料の方が1枚あるかと思います。組織再編の組織機構の再編についてという資料になります。それに基づいて説明をさせていただきます。復興推進課における係の新設でございます。坂本町の復興に向けて災害公営住宅の整備を含む地区ごとの復興まちづくり計画及び被災した坂本支所の再建及び周辺のインフラ整備の2つに大きく力を入れるため、復興推進課にまちづくり推進係を新設し、2係に再編体制を強化することで創造的復興を加速させる予定といたしております。そちらの表の図の方なんですけれども、現行復興推進課には復興推進係の1係でございます。課長を含めまして5名の体制で現在業務に当たっておりますけれども、再編後にはですね、こちらの方を復興推進課の方を復興推進係とまちづくり推進係というものを1つ係を新設いたしまして、総勢6名の体制でですね、行いたいというふうに考えているところでございます。再編後の主な業務はその下の表でございます。復興推進係の方では、坂本支所の再建、支所周辺のインフラ整備、まちづくり推進係の方では、災害公営住宅地区ごとの復興まちづくり計画の方を主な担当業務といたしてする予定としております。設置日は令和3年7月1日を予定いたしております。説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。はい、本件について何か質疑ご意見等ございませんか。どうもすみません。なりませんよ。7月1日ということで多分もう準備はされてると思うんですけども、このほら、私も多分復興推進係だけではなかなか今後の対応というのは、加速させるにあたってですね、もう現場では坂本の方からもいろんな話もこう丁寧に丁寧に吸い上げられている中で、宮川課長もご苦労されているようなところも見受けられるんですが、このまちづくり推進係の役割っていうとは分かってるんですけども、まあ何名体制で、どういう、イメージなのかというかですね、ビジョンというか加速するにあたって何か課長からあればちょっと教えていただければと。三浦二次県復興推進課長。復興推進課宮川でございます。よろしくお願いいたします。委員ご質問になりましたビジョンといいますか、新たな体制づくりでの取り組みということになろうかと思います。これまではですね、昨年8月4日付で私の復興推進課を立ち上げていただきまして、主には、復旧からのこう創造的復興を進めるために復興計画を作るというようなことでですね、今まで坂本町での住民の皆様のご意見をいただきながら復興計画の策定ということを進めてまいりました。でやっぱそういった計画作りというのは人からのこう一つの命題でございましたので、人か一係でも対応できたかと思いますけれども、今後が今説明ありました通り、支所周辺ですね、支所の再建を含めまして、支所周辺のこうハード整備といった、そちらの方もこうかなり力点を置いていかなければならない。また坂本町は皆様ご存知の通りで、大変広い地域でございまして、旧小学校区で申しますと8校区ある地域でございます。で
こういったこう大変広い地、まあ、それぞれこう地域にもおいても特徴がある、まあ、熊谷沿線でもとその沿線から離れた支流部とかでもですね、その町の姿というのはこう違うところがありますので、やっぱりこの地域の特徴を生かしながらこの復興まちづくり計画の方は今度は作っていかなければならないと思っております。で、この復興まちづくり計画におきましては、まずは急ぐべき住まいの再建、こういったものをですね、皆様とこう意見交換を懇談会を随時重ねながら、やっぱりこれ急ぎ詰めていかなければならない課題でもありますので、まあ、そうした時にやっぱりそちらのまちづくりを進めるためにはやっぱり柱が一本いるなというようなところで、こう一課会長にそういった、周辺整備のハード整備であったり、まちづくりであったり、それがこう一課会長にかかるというよりは二係り体制にさせていただいて、こうスピード感をアップして、体制をこうそういった体制でですね、まちづくりを進めさせていただければといったところでございますので、ただまああのスタッフについてはもう両係共有というような気持ちでおりますので、そこはもう両係で共有しながらスタッフ一丸で取り組んでいくというところには変わりはございませんので、まあ、柱をもう一本立てさせていただいて、スピード感を持って対応させていただきたいという思いでおります。以上でございます。はい、以上あります。はい、まあ、ハード面ソフト面ということで、まあ、共有しながらということで、もう大変ですね、寄り添いながら坂本の方々に、まあ、賛否両論いろんなご意見は、出てきておりますが、私はもう非常に最初発災当時から丁寧に寄り添って進められておるというところで、感じておるところでございます。まあ、ぜひ、まあ、今の課長の思いで頑張っていただいて、ただ一つですね、最後も共有してみんなで、今の現状でということなんですが、私も一つ思うのはマンパワー的に、まあ、増員というか、まあ、その年度としてはなかなか難しいんでしょうけど、今実態としてはどうですか。まあ、足りとっていいなとでしょうけど、いいなとでしょうけど、実際こう、もうこんなハード面ソフト面で意見の吸い上げと、今度は、国県との交渉、いろんな仕事がですね、私はものすごい来ると思うんですよ。もう国県、あと坂本の地域の方々、いろんなところにこう、今かゆいところに手を届かせるぐらいやっておられるんでね、6名って聞いたときに、今後はどうなのかな、まあ、頑張るとは言われるんでしょうけど、実際どうなんでしょうかね、まあ、人事課も女の件、宮川課長からすると、まあ、人事課でもどっちでもいいですけど。宮川一県復興推進課長、こう質問しか聞いておらないですね。で、続きお答えさせていただきます。まあ、まず今委員ご指摘の通り、国県との協議というのもですね、特に支所周辺におきましては坂本橋の本復旧というのもございますし、県道中津道八千代線の高さ位置というのをどうするかということも考えていかなければなりませんので、また球磨川水系の緊急治水対策プロジェクトによります治水対策、こちらの方も今測量が進んでおりまして、まあ、やがて夏頃にはですね、地域の皆様のところへ説明に行けるというような状況になってきておりますので、今ご指摘の通りかと思います。で、あと住民の皆様のご意見もですね、丁寧に吸い上げていかなければならないというところはありますけれども、まあ、そういったことにつきましては坂本市長の地域振興課ともですね、ちょっとしっかり連携させていただいて、まあ、マンパワー不足といいますか、その地域住民の皆さんに寄り添った対応というのは市も含めて一体的にやらせていただくということでカバーできるのではないかと考えているところでございます。以上です。はい、委員長。なりますに。はい、まあ、まあ、課長の覚悟といいますか、それと、まあ、坂本市長とも連携してということですが、まあ、実際国権の交渉とか、まあ、かさ上げの問題等々ハード面もある、そしてソフト面では本当にこう地域の方々からいろんな話、それとこう復興が先ですからね、ダムを絡めて声の大きい人の話も全部拾って聞くようなご宅見、まあ、それはそれとして市民の意見だから聞いてはいいんだけど、まず復興をやる上でマンパワー不足があるときは、まあ、ぜひ、まあ、人事課も皇室も女都県が、まあ、要幹部は連携していただいて、ぜひ頑張っていただきたいと思います。以上です。了解です。内容でしたら以上で、組織機構の再編についてを終了します。執行部入れ替えのため紹介します。次に八潮市地域防災計画の修正についてをお願いいたします。はい、委員長。西村危機管理課長。こんにちは、危機管理課西村でございます。
よろしくお願いいたします。それに言いますけれども、着題で説明させていただきます。よろしくお願いします。資料につきましては令和3年度八代市地域防災計画の修正地図からずりの4の資料、それから、新旧対象表、それと A4 建ての避難所一覧ということで、3部ほど お配りさせていただいております。本日はこちらカラー刷りの地域防災計画の修正についてという資料で説明させていただきます。どうぞよろしくお願いします。それでは、資料の2ページ目をお願いいたします。まず今回の地域防災計画の修正の概要でございますが、2つの観点から修正を行っております。1点目は昨年の7月豪雨における災害対応に関する検証を踏まえた修正で、応急対応等で早急に見直しが必要な課題に対する改善の方向性に基づき修正を行ったものでございます。2点目は災害対策基本法の改正に伴うもので、避難情報のあり方を見直したものでございます。1ページ飛ばしまして4ページ目をお願いいたします。7月豪雨の被害、災害検証に関する検証につきましては、発災から避難所閉鎖までの4ヶ月の災害対応について検証を行ったもので、応急復旧対応について対応できた事項、課題、改善の方向について整理しております。また検証については下段の表に示す住民の避難から災害対応を行うための庁内体制までの10項目で実施いたしました。5ページ目お願いいたします。検証で浮かび上がった課題に対する改善の方向性が全体で334項目ございました。そのうち地域防災計画の修正に反映したものが70項目、個別計画や各種マニュアルなどの見直しと災害協定などその他の対応を行うものが264項目でございました。6ページ目をお願いいたします。今回地域防災計画の修正を行ったもののうち主な 10の課題についてご説明いたします。なお課題につきましては、これまで地域防災計画に記載があったもののさらに踏み込んだ対応が必要になったものや新たに生じたものについて掲載をしておるところでございます。7ページをお願いいたします。1番目に避難情報の伝達における課題でございます。内容は2点で、まず親機の水没によって使用不能となったことから情報伝達の一部が途絶えたこと、夜中の豪雨のため防災行政無線などの避難情報に気づかなかったという課題でございます。修正としまして、すべての対象者にいかなる時でも避難情報をお伝えできるようにスマートフォンやタブレットから情報を発信できる防災行政情報通信システムを用いて、防災アプリやメールなどあらゆる伝達手段を駆使して迅速な周知を図ることとしました。なお下段に、赤文字で示しておりますとおり、防災行政通信システムは本年4月から運用を始めているところでございます。8ページをお願いいたします。2番目に避難誘導における課題で、内容は夜間に想定外の大雨になり明るいうちに適切な避難誘導ができなかったこと、および状況に応じた避難先がわからない住民がいらっしゃったというものでございます。修正としまして2点掲げておりまして、1点目に気象台や県の情報と合わせて日本気象協会の線状降水帯発現予測実証実験データ等を参考として、精度の高い早期の避難情報の発信により早めの避難誘導を促すこと、2点目に地区防災計画や避難行動計画の策定及び活用を促進し地域における避難誘導の方法を確立するとしております。9ページをお願いいたします。3番目に災害対策本部の運営における課題でございまして、内容は情報提供を受けて総合的に情報の収集を危機管理課で行いましたものの、情報の取り扱いまでは至らなかったというものでございます。修正としまして、災害対策本部事務室の所掌事務を明確にし、人員も現行の33名から44名に増強するとしております。なお災害対策本部の事務文書につきましては次の10ページに示しております。
こちらにつきましては後ほどご確認の方をお願いしたいと思います。11ページをお願いいたします。4番目に現地対策本部の設置における課題で、内容は支所が浸水してしまったため現地対策本部を設置することができなかったというものでございます。修正としまして、支所および周辺の被災した場合に備え利用可能な代替施設をあらかじめ設定しておくとしております。12ページをお願いいたします。5番目に被災者の緊急輸送における課題で、内容は業務の担当部署が明確となっていなかったため車両の手配と人員に時間を要した、また大型バスを緊急輸送用に手配したものの情報が被災者にうまく伝わらず利用者は少数であったというものでございます。これは今回の災害で新たに生じた課題でございまして、これまで地域防災計画においては被災地への人員の派遣または物資の輸送の記載はあったものの、被災地から被災者を緊急輸送する記載がなかったため修正を行うものでございます。修正としまして、被災者の緊急輸送に関することを企画情報班の事務文書に加え、被災者の緊急輸送を行う場合は関係機関と連携のもとあらゆる手段を講じてあらかじめ被災者にその情報を伝達するものとしております。13ページをお願いいたします。6番目に被災者向けの情報発信における課題で、内容は被災者が求めている情報と発信する情報にズレが生じていたというものでございます。例を挙げますと、発災10日目ごろから、生活再建にかかる問い合わせが多くなってきたものの、相談窓口に支援策の情報が届いておらず、その場で回答できなかった事例などでございます。修正としまして、広報班は被災者が必要とする情報ニーズの把握を行い、積極的な情報発信に努めるとしております。14ページをお願いいたします。7番目に災害対応等における業務分担の課題で、内容は担当業務が明らかになっていない業務があったため迅速な災害対応に支障が生じたというものです。こちらも例を挙げますと、坂本パーキングエリアの高速道路の利用やペット同行避難などの業務で担当部署が決まっていなかったというところでございます。修正といたしまして、今回の災害対応をもとに予防応急復旧復興の計画で各班各課の事務文書を明確化するとしております。15ページをお願いいたします。8番目に仮設トイレの設置における課題で、内容は高齢者世帯が多かったことから被災地において洋式の仮設トイレの設置要望が多くあったものの対応することが困難であったというものでございます。これにつきましても今回の対応で新たに生じた課題でございます。修正としまして、要支援者に配慮したトイレなどの設置に努める、また平時から事業者と協定を締結し物品等の確保体制の構築に努めるとしております。16ページをお願いいたします。9番目に被災者への食料の供給における課題で、防災計画では発災当日は備蓄食料を提供し、その後は炊き出しによることとなっておりましたが、急遽弁当を手配することとなり、また弁当の事業者との協定もなかったため、その調達に苦慮したというものでございます。これにつきましても今回の対応で新たに生じた課題でございまして、梅雨から夏場の食中毒が発生しやすい時期に炊き出しで食料を賄う方法について衛生面での課題が生じ、弁当で食料供給を行ったというものでございます。修正としまして、市は弁当など食料を調達する場合、指定業者は、協定締結事業者から購入する、食料提供事業者と、平時から、協定を締結し食料の確保体制の構築に努めるとしております。17ページをお願いいたします。10番目に避難所における感染症対策で、内容はコロナ禍での初めての避難所運営であったため、受け入れ当初は受付での検温、避難スペースでの3密防止などの必要な対策の実施に苦慮したというものでございます。修正としまして、感染症流行時において災害が発生した場合には避難所が過密状態とならない環境の確保に留意するとするものとするということでございます。合わせて災害の状況や地域の実情に応じ感染症の予防、まん延防止のための対策を行う
としております。最後に18ページをお願いいたします。災害対策基本法の改正に伴う変更におきまして避難情報のあり方を見直したもので、すでに先月20日から適用されているものでございます。内容としましては、これまでは避難準備、高齢者等避難開始とされていたものを速やかに避難行動を開始していただくために高齢者等避難に改められました。また避難勧告、避難指示につきましては、その違いが分かりにくく、避難指示が発令されるまで避難行動を起こさない課題があったため、避難勧告を廃止し、避難指示に一本化されたものでございます。なお地域防災計画につきましては、防災会議に諮り見直すこととなっておりますが、本年度につきましては新型コロナウイルス感染症拡大防止のため会議は開催せず、書面議決にて去る6月10日にご承認をいただきましたのでご報告を申し上げます。以上で令和3年度八代市地域防災計画の修正についての説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。保険について何か質問ご意見等ございますか。以上。一点、大変素晴らしいものができているとは思います。一点だけですね、ちょっと気になったのが課題9、16ページの、食料、弁当、炊き出しも衛生面上いろいろあって、例えば、うちの地元の八千代港区で第一次避難所が小店になってて、であそこはこう何かな、炊事場があって、炊き出し的なこともやったりもこうした経緯はあるんですが、なかなかそういうのがこう第一次避難所でも揃ってる揃ってないというのもあって、多分こういうことになってると思うんですよね。でこれは問題ないと思います。ただ飲料水については例えば八千代の小店でいうと、あの時にもサントリーの災害協定の分で、1台に100リットルの水を備蓄してる分と、あと愛知公園の倉庫にもですね、ミネラルウォーターが300か400備蓄されている部分を全部吐き出したんですよ。で自販機自体もなんか、レバーの災害時のやつをカチャンとやればもうあれ全部飲料水が飲めるような状況に、なったりして、一番やっぱ助かったのは水だったんですよね。なので今確かですね、資産税が持ってると思うんですが、災害型自販機の協定を確か平成18年に坂田市政党時にコーラとやって、19年にサントリーとやって、その他に、大道だなんだかんだヤクルトとかあったと思うんですよね。でそれに今資産税が取り急ぎ整理しとると思うんですけども、その災害協定の、部分もここの、課題9のところに、口に入れるもんだから、食料提供業者の協定云々っていうのはこれ今からやることでしょ。で飲料水の場合はもう災害協定がしてある分もあるので、そこら辺もこうこの、地域防災計画の中にしっかり文言としてぜひ歌っていただくように、その辺どうですかね。もう協定結んでますからね。はい、委員長。西村危機管理課長。はい、ありがとうございます。有松議員、おっしゃる通りですね、やはり水というのは災害時においてはやはり誰もが必要とするものでございます。市におきましてはですね、5万人分の備蓄食料および水の方を確保するということで、今3カ年計画でですね、水の方は備蓄を進めているというところでございます。今ご提案のございました協定事業者からの水の供給も合わせてですね、地域防災計画に反映していきたいというふうに考えております。はい、よろしくお願いします。他に、はい、ちょっと今のお答えの確率、5万人分なんておっしゃいました。はい、西村危機管理課長。すいません、失礼いたします。5万世帯分でございます。申し訳ございません。よろしいですか。堀委員、
福岡からするわけじゃないです。5万世帯っていうのはその例えば1人1食とかいうカウントしていって、5万世帯っていうのはどういう見方をしてるんですか。地域防災には聞いてあげましょう。地域防災計画における1日分のですね、食料水を備蓄するというふうになっておりまして、その際、この地域防災計画上の対象世帯数が約5万人というふうになっておりますから、その5万世帯分の水と食料を計画的に調達するというものでございます。いいですか。はい、それで避難所の一覧の方を見せていただいてですね、災害のほうの携帯に合わせて、公助避難とかっていうふうに避難所の、選別も進めていただいたというふうに認識してるんですけど、台風とですね、水害とかっていうその災害の種別に応じて避難所を変えるということについてはですね、まだ始まったばかりで、住民の方には十分まだ周知が行き渡ってないと思うんですよね。でその災害種別に置く、それともそれとも自主避難所としての開設とは別にですね、行政が開設する一時避難所としての位置づけの部分の周知はですね、住民の方々にとってもですね、しっかり周知をしていただいて、それともう一点が台風や水害とかですね、災害種別に応じてその開設される時の基準ですね。例えばその自主避難所であったけれども、台風のコースが近づいてきたから台風の避難所として、新しい避難所に、移すという時の判断基準とかですね、その辺もちょっとお示しいただければなと思います。はい、西村危機管理課長。はい、今議員からご指摘がありました件につきましては、一番最初にですね、自主避難所として、避難所を開設したとして、その後、台風の進路が市内の方に向かって、暴風域に入る可能性が出てきたとしたときに、仮にその水害が、その際雨台風で、水害が懸念されるという場合につきましては、浸水が考えられるですね、避難所につきましては、そこを閉鎖して、今度はいわゆる2階、垂直避難ができるですね、避難所の方を逆に指定するというような対応をしてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。いや、もう今回いいですよ。他に、すいません、いいですか。橋本文一郎。はい、今回特に全面的に見直しをされたということだと思うんですけど、去年の水害でいくと、もう川の水位が特に問題になったかと思うんですよね。で、これでいくと避難誘導は気象情報が中心というふうに読み取れるんですけど、その河川の状況とかそういったものを情報を取得するようなことは考えられないですか。西村危機管理課長。はい、避難情報の出し方につきましては、今議員がおっしゃられた気象庁が発令する気象情報と合わせまして、国土交通省が発表される河川水位情報ですね、こちら避難準備情報であったり、氾濫危険水位情報も逐一こちらの方で入手した上で総合的に判断して、避難情報を出すようにしております。以上でございます。他にありません。はい、以上で八代市の地域防災計画の修正についてを終了いたします。執行部主会のための紹介でした。次に令和3年度企画政策課において作成予定の計画についてをお願いいたします。はい、委員長。辻田企画政策課長。企画政策課の辻田です。よろしくお願いいたします。それでは続いて説明させていただきます。資料につきましては今朝お配りしました資料をご覧ください。対象地域を追加させていただいております。それでは令和3年度企画政策課において策定予定の計画についてご説明いたします。今年度企画政策課では3つの計画の策定を予定しております。それぞれの計画について簡単にご説明申し上げます。まず
第2次八代市総合計画第2期基本計画です。平成30年3月に策定した第1期基本計画の計画期間が令和3年度をもって終了することから、令和4年度から令和7年度までの4年間を計画期間とする第2期基本計画の策定を行うものです。第2期基本計画の策定にあたっては、これまでの取り組みを総括するとともに下記の視点に留意して行うこととしております。実効性のある計画、持続可能な行財政運営を推進する計画、市民の声を反映させた計画、分かりやすく親しみやすい計画、このことにより総合計画の基本構想に掲げる将来像、幸せあふれる人、物、交流都市、拠点都市八代の実現につながるよう取り組んでまいります。現在の計画期間は平成30年度から令和3年度、改定後の計画期間は令和4年度から令和7年度となります。年内に原案を作成しまして、市議会への報告は令和3年12月および令和4年3月を予定しております。次に八代市過疎地域持続的発展計画です。国の過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が令和3年4月1日付で施行されたことを受けて、本市においても次期計画を策定するものです。過疎地域においては財政的に有利な過疎債が活用できることとなっております。坂本町、東洋町、泉町が対象地域となっております。全計画の計画期間は平成28年度から令和2年度となり、期間が終了しておりますが、今年度に新計画を策定することで対象期間は令和3年4月1日に遡るため、空白期間は生じないこととなっております。新計画の計画期間は令和3年度から令和7年度となります。市議会への提案は令和3年9月を予定しております。最後に辺地総合整備計画です。現計画期間の終了に伴い、辺地法に基づき次期計画の策定を行うもので、過疎計画の策定と並行して作業を進めることとしております。過疎地域のうち辺地の要件に該当する地域においては、財政的にさらに有利な辺地債が活用できることとなっております。対象となる辺地は9地域で、坂本町で5カ所、東洋町で1カ所、泉町で3カ所となっております。この地域のうち計画期間内に事業実施予定がある地域のみ計画策定を行うものです。全計画の計画期間は平成28年度から令和2年度、新計画の計画期間は令和3年度から令和7年度となります。市議会への提案は過疎計画と合わせて令和3年9月を予定しております。以上が本年度企画政策課において策定予定の計画となります。簡単ではございますが、これで説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。過疎か、はい。本件について何か質疑ご意見をございませんか。辺地の旧地域があるんですけど、はい、その辺地としてその何ていうかな、認定とか認定っていうのかな、その認められるそのどこら辺が基準になってるんですか、その過疎の中で。法律の中でですね。あ、そう、はい、すみません。辻企画政策課長。はい、法律の、辺地にかかる公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律という中で、交通条件及び自然的、経済的、文化的、諸々条件に恵まれず、他の地域に近くして住民の生活文化水準が著しく低い山間地、離島、その他の偏僻な地域で、住民の数その他について、政令で定める要件に該当するものを言うとされているとされております。わかりました。後で、詳しく。すいません。資料は見せてください。はい、他にございませんか。よろしく。以上で令和3年の企画政策課においての政策予定の計画についてを終了いたします。はい、ありがとうございました。すいません。
紹介します。執行日より発言の申し出が出ておりますので許可します。はい、広金総務企画部次長。はい、総務企画部広金でございます。よろしくお願いします。先ほどあの北見の方からご発言がありました、堀井さん のご質問の件ですが、5万世帯というふうに、神戸したと思うとですが、5万人との5万人のですね、1日2リットルを5万人分のを今備蓄をしているというところでございます。これを3年かけてしておりまして、今2年目というところになっております。あと1年で来年で全て揃うというふうなことになりますので、訂正をさせていただきたいと思います。ちょっと水だけですか。みんな食料だった。食料も合わせてです。はい、成松委員。いや確認だったのが、水飲料水5万人っていう話だったんで、堀議員の質問は食べ物の話で、私の話が水だったんでっていうところで、はい、広金総務企画部次長。あ、すいません、水と食料合わせて5万人ということで、1日分は持つというところを今、備蓄を進めているというところでございます。はい、了解しました。委員長、もう一回確認です。お大臣、水で1人1日2リットルでよかったですか。広金総務企画部次長。はい、そうです、1人1日2リットルというところでございます。はい、承知しました。他にありますか。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。10万リットルだか、リットルは人間なんだか。その他の党委員会の所管事務調査について何かございませんか。ありません。それでは以上で所管事務調査2件についての調査を終了いたします。次に閉会中の継続審査及び調査の件についてお伺いいたします。党委員会の所管事務調査2件についてはなお調査を必要とすると思いますので、引き続き閉会中の継続審査の申し出をいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。よし、異なしと認め、そのように決しました。以上で本日の委員会の日程は全部終了いたしました。これをもって総務委員会を散会いたします。よし、お疲れ様でした。